はい、こんにちは、ライトウィーマーです。今私は八街市の、根小屋っていうところの桜が見事だというので、地図を見てやってきました。もうすでにこの辺でも結構大きな桜の木がありますけど、まだだいぶちょっと先なんですよね。あ、でもこの木なんかでも相当太いですよね。あ、すごいすごい。あ、綺麗ですね。やっぱ桜にはなんか特に日本人は格別な思いがありますよね。最近はソメイヨシノがなんか寿命があるらしくて、まあもともとは桜っていうのはご存知の方も多いと思いますけど、クローンなんで、だいたい同じ時期なんですよ。で、一斉にそのまあ、寿命が迫ってるということらしいんですよね。それでまあ特にソメイヨシノは大きくなる木ですから、幹がウロって言って中がこう抜けて空洞になる、そういうことが多いらしくって、まあ、植え替えが進んでるらしいんですよね。でまあ、同じぐらいの時期に咲くあまり大きくならない木っていうのがあるらしいんですけど、千葉の方では最近河津桜がよく植え替えられてますね、この10年ぐらいの間に。白里の方も大網の白里って言って九十九里の南の方なんですけども、そこを桜が河津桜に植え替わってますね。ちょうどまあ震災で東日本大震災で、まあ、あの辺も津波でやられて木がダメになったっていうのもあるんですけど、それに伴ってまあ河津桜に植え替えられてるっていうのがあるみたいですね。河津桜はそんなに大きくならないのかな。千葉にある河津桜はね、そんな大きな木がまだないのでよくわかんないですけど、伊豆の河津に行ったら並木はそれなりに大きかったような気がするんですけどね。そうでもないのかな。でもやっぱり河津桜の濃いピンクよりもね、このソメイヨシノのほんのりとしたピンク色っていうのが、まあ幼い頃から親しんでるっていうのもあって好きですけどね。これ花が咲いたばっかりの頃はまあこのほとんど白に近い色なんですけど、これがね、散る直前になると花の中心部、萼の部分が赤くなってくるんですよ。だから花がこうアップにした時に近づいてみたらよくわかるんですけどね。
ここが桜坂っていうところか。うん。僕が育っ子供の頃育った家にも一本大きなソメイヨシノの木が植わってましたね。やっぱり毎年咲くの楽しみでしたよ。はい、ここからのね、景色は、寝釈迦って呼ばれてて、お釈迦様が寝てるように森が見えるっていうんですよね。まあ、言われてみりゃそうなのかなっていう感じなんですけど、鎌倉時代からの集落だそうで、いろいろとあるもんですね。確かこの近くにも寝小屋城というお城があったらしいんですが、今は何も残ってないんで、特に見ることもないんですけども、まあそれなりに歴史のあった町らしいですね。八街なんてね、明治以降の入植地だと思ってたんですけど、実際、中心部はそうみたいですが、この辺の、外れの方は、意外と歴史があるんですね。はい、それではね、今日のところはこの辺で、ご視聴ありがとうございました。よろしければね、いいねボタン、チャンネル登録をお願いします。さようなら。